バレーボールネーションズリーグ VNL の女子予選ラウンド第3週の第2戦が6月13日、西日本総合展示場、福岡北九州市で行われた。日本はカナダにフルセットの末に、2から3、25から23、25から22、20から25、21から25、14から16で逆転負けを喫し、 一次リーグの通算成績を7勝3敗とした。女子バレーフォト、世界の大エースを目指す石川真由の厳選ショット勝てば、6大会連続五輪出場が決まる一戦だったが、次回以降に持ち越し。試合後の記者会見で、真部正義監督は、1、2セットは我々の思っているバレーボールができたが、特に3セット目以降から、ずっと守っていましたからねと振り返り、そういった意味では、 カナダチームの集中力が素晴らしかったと相手チームの健闘を称えた。この日の敗戦を受け、真鍋監督はオリンピックの出場権をかけた戦いについて、順調に行くとは初めから思っていないときっぱり。今日のカナダ戦も厳しい試合になると分かっていた。特に39番の選手が素晴らしくて、我々日本のブロックではなかなか止めきれなかったと相手攻撃陣の好調なプレーに脱帽した。 一方、第2セットの21から19となったところで、真鍋監督は石川真由をベンチに下げた。怪我ではないと語るアウトサイドヒッターを外した意図について、指揮官は見ての通り、スパイク決定率、効果率。数字が一番悪かったから変えましたとパフォーマンスの低下を理由に挙げた。次戦、日本は6月15日にセルビアと対戦する。真鍋監督は、 一日空くので気持ちを切り替えて準備したいと気を引き締めた。